thank you 中文部作影月が良いので私はぶらりと散歩に出た」「仕事に着く前にまず一服タバコを吸うように私は散歩に出るとき角に立ってちょっと空を眺めるのがいつもの癖であった」 それがちょうど習慣のようになっているので、無意識のうちに空を見上げるのであった。空は雲いっぺんなく、薄紫に晴れ渡って、明るい月と月に光を奪われた弱々しい星影がまばらに輝いていた。美しい月だな。 と思ったそして美しい月だなぁと思わずつぶやくと寒いから早く帰らっしゃいのと家の中で母が優しく言った私はそれに答えずに小学校の方へ歩いていった吹く風は冷たいが冷たいうちにも どこかに春らしいやわらかみがあった小学校の広い運動場を一巡した私はふと佇たずんで見えるように空を仰いだそしてさらに海の方へ視線を転じた疲労を急ぐ発動機船が 赤い航海灯を高く掲げて行くそうとなく滑っていくのがはっきり見えた。私はそれらの光景をむさぶるようにして開かず眺めているとふいに静かなあたりの空気を震わせて明るい話し声と下駄の音が心地よくもつれて肛門の方から響いてきた。 その声がどうも私と小学校時代の同級生であって今はそれぞれ上の学校へ行っている A と N らしいので私は自分の辺境な性質からひょいと傍らの木陰へ目を染めて透かしみたやはりそうだった彼らは門中の座場で ちょっと止まって月を眺めるという様子だったが N が意味ありげに「おい A」と呼んだ A は犬の方へ顔を振り向けて「何だい」と答えた「明日の晩定時行かぬかこんな晩月を眺めてちびりちびりのぶなんて悪くないぜおうんと飲んでくるかな A は即座に同意した そして二人は同時に「アハ,ハハハハ」と快活に笑って緩やかな調子で歩いていったが消えるようにして学校の中へ入っていったので私はつと木陰から出た。裕福な家庭に生まれた彼らの幸福な状態を恋に見せつけられたような気がしてひどく心持ちが暗くなった。 泣きたいような衝動に駆られしばらくぼんやりしていた。と今まで何とも気がつかなかったのだが地上に短く影を記してぜんとうなだれている自分に気がつくといっそう心が寂しくめいっていった。私はその影を物悲しい思いでじっと見つめながら いたっ。